絵の関係の仕事に憧れてはいましたが、自分には無理だと思っていました。昔から絵を描いていて、賞にも出していましたが、自分より上手い人はいつもたくさんいて、一握りの人しか仕事にできないと思っていたからです。しばらく大学進学を考えていました。高校2年の冬に川原デザインアート専門学校への進学を決めました。周りに大学へ進学する人が多く、自分も合わせて大学に進学しようかと考えていましたが、オープンキャンパスなどに行って大学にピンとくるものがなく、周りに合わせるより自分のやりたいことをやろうと思い進学を決めました。オープンキャンパスに行った時、他の学校と比べ雰囲気が明るく元気な感じがして、自分に合いそうだと思ったからです。以前は自分の描きたいものを完成度や他者がどう見るかなどを考えずに自分の好きなように描いていました。しかし入学して学習することで表現の幅が広がって、相手のことを考えた作品作りができるようになったと思います。絵を上手に描くための授業ではなく、絵を描くことでの表現力を鍛えてくださっていると感じます。はい、プロ漫画家を目指す、漫画家デビュー専攻と、イラスト作成に特化した、コミックアート専攻の2つがあります。漫画家やプロのイラストレーター、例えばゲームイラストの制作者となりフリーランスで活躍できることを目標としております。それぞれのコースにプロの先生方が毎日来てもらって指導してもらっております。プロ漫画家デビュー29年、イラストレーター、ゲームクリエイターとして就職した学生も多数おり、全国レベルで見てもトップレベルのレビュー率を誇っております。一般企業へも企業就職率 100% を達成しております。学生個々の向き、得意分野を分析してそれぞれに応じたトレーニングメニューを作成しております。このトレーニングメニューをプロの漫画家、プロのイラストレーターに指導してもらうことで、確実に基礎的な画力の向上につなげることができます。先生方の一人で信長の野望、三国志などのゲームイラストカットを作成されているイラストレーター飛田圭司先生が特別顧問として授業カリキュラムを構築してもらっています。十人絵師プロジェクトとしてプロ作家の制作過程を見ながらスキルを学んだり、素材データをそのままもらうことができます。実際に学校での授業も受けることもできることが強みになります。一から作り出した作品がさまざまなメディアを通じて発表され、クリエイティブな業界でキャラクターや作品の生みの親になれることが魅力になります。他人と喜びなどのさまざまな感情を共有できて、人にたくさんの良い影響を与えられるものだと考えています。自分の人生を楽しむために自分の好きなものを描き続けられていけたらいいなと考えています。